さて、今日のうたチャンネルはまたまた赤坂の人気焼きのき焼き赤坂人気焼肉大門さんでございます。いろんな方に一番あそこ連れてってって言われるのが大門です。金龍山さんっていうね、あの取材拒否の焼肉屋が白金にあって、その金龍山の、まあ、息子さんたちが息子夫婦が出られている赤坂ライモン、いや本当に人気店なんだけど、まあ、定期的に予約取ってるので、今日もうたチャンネルで食べながら回してみたいと思います。ネイチャー赤坂ライモンのうたチャンネル、いいよ。本日のメニュー、キムチ盛り合わせ、特選タン、レバ塩、シンシン、炙り、特選ヒレ、ハラミ、サーロイン、ホルモン、盛岡冷麺、これに、さらカルビを食べると思います。あれは、冷麺も食べるけど、チャーハンも。チャーハンはちょっと時間と、暑さに余裕があるんです。暑すぎたら無理ってことね。気温が上がりすぎてね。ダメです。あるかもしれないね。汗だくのテンションが嫌じゃないですか。そんなレベルになれそうなんだ。やば。そうか、夏のライモンさんは大変か。人が来たらもう暑くなっちゃうってことでしょ。そうですね。今人が来てっていうか、あの炭焼く時にもう煙すごいんで。ああ、もう焼き出したらもうエアコン止めるっすよ。とりあえず目が出るから。そうか、エアコンが回っちゃわなくなって、エアコン止めることによって気温も温度も上がる。ここ上げるんで全部、あの換気の。なるほど。そしたらもう外です。今日はやばいね。じゃあ、やばいっす。うわ、夏だよ。このナスのこれうまいんだよな。見てよこれ、ナス、うまっ。ナスうまっ。あ、置きます。やっぱ季節に勝てるものはない。これ美味しい。うざ。うわー、うわー、タンとハラミの塩。皆さんで外しちゃっていいですか。一枚目村井君同期じゃないか。同期になるんですか。でもウッチーの秋ちゃんの同期ですよね。ああ、じゃあ違うか。うん、来たよこれ。この煙さ見てよ。1枚ずつ焼いただけど、この煙やばくないですか。やばいです。これ今日終わったな。下村さん見えてないですか。いただいてください。大丈夫です。いただきます。いきます。これまた厚みでさ、うまい。うわー、カリッてやつがしっとり冷えてるから、ちょっと冷えたんやん。だから砂糖何ターン目で来てるから最高のタンやん。一枚焼いてこの煙ってやばいかんだよ。いや、エアコン消したんで大丈夫です。ただ暑いです。嬉しいね。これ見てたやつですね、この。だからでも本当はタレ焼きの時は俺やりたいんだけどね。あ、そうだ。塩の時あんまりそんなにやんなくてもいいと思ってる。あ、確かにそうね。エアコン動かすとダメっていうこと。今後回せちゃうんですね。そういうことだね。これだと。あ、もう柔らかさが全然違う。もう人馬一体。そこで、トームの。これ包丁が入ってる。これアタック入れてるのは包丁入れてるんです、最後の。でもね、結構入ってるっていうか、もうお肉自体を彼が見て、あ、やってるわ。ああ、これはもう絶対もうこれダメだ。今ちょっと潰して、こうやってタレにこのまぶす時間が。このままでいいと思うんですよ。まぶして大根おろし、上に乗っけつつ、これよく飛ばしてくれる。そんなもう大丈夫です、食べていけるよ。タレにはもう観念したい。やらけ。うわ、実感の世界だったな。うまっ。うざ。
なんだけど、なんだろう、生そういう感じだからね。ああ、ありがとう。もう大丈夫です。いただきます。え、いいや、一番かっこいい。いいことです。じゃあ大丈夫ですね。はい。よし。レバー塩でございます。あとはウルフィードでごま油。うまっ、うん、甘い、お酒に合いそうだ、焼き加減素晴らしい、うまい。あ、キヨさん、キヨさんあれ、キヨさんのあれ、キムチセットもらってもいいですか。うまい。うざたうわっ、あいもさん、きれい。そうですか、ようこそジモンの日常へ。いや、やばいっすね。これ日常やばいっすね。日常っていうか、ちょっと優しくなる。優しいくらいなんなら。いや、なんなら優しいです。うわ、これあんま焼かない方がうまいかもな。あら、これはあんま焼いたら美味しくないかもしれないな。これ、卵パパッと割って、はい、だからパンのところで使っちゃいます。何これ、一番好きなやつ。そうなんだ、それでいくと、なんだろうな、この暮らしたあたりやるラムの筋をちゃんと感じます。こういった肉は普通はあんまりたくさん使えない、贅沢な肉です。いいっすか、ありがとうございます。どっかに行くの、これ、レアのがうまいと思います。これマジで、うん、うまい、うまい、これレアがうまいと思います。うん、嬉しい。うん、でもうまい。うわ、こっちの方がうまいけど、手もすぎてやばいですね。やばい、目がやば。辛味いっちゃいましょう。はい、これで俺が全部こっちで焼いちゃう。ありがとうございます。これはハラミっすね。はい、これちょっとカレーバージョン、カレーバージョン、カレーバージョン。待たないと空気が入れ替わらない。いやー、これだ、うまいっすね。本当に美味しいです。ここは若手の焼き肉、若手の焼き肉。はい、そうなんですよ。ベテランの焼肉の店もあるわ。いっぱいあります、それはもういっぱいあります。これやっぱり金龍山の息子ね、あの若夫婦がやるやつだから、やっぱり今なんですよね。楽な人は精肉をうまくやって。あー、この羽もすごいわ。エアスロックショーで足のコンボイスの中にエアスロックショーで、ちょっと最後にドリルとか自由にやってくださいね。これもあのわざとこれ2人はさ、どうやって知り合ったの。友達だよね、友達のなんか間に入る。ああ、そうなんです。電通絡みの、はい、そういう人とか。赤村さん、めっちゃ食べてた。どうだ、うまいですよ。あ、いいよ、すごい。うん、危険どころじゃなくて、危険どころじゃない。すいませんね。最高。飲める。うざ、うざ。これ見てください、これ。口に入れてから喋んない方がいい。分かった。黙ってんなと思ってたこれ。いや、肉汁がすごいから。日頃より静かでした。日頃分かりました。日頃よりだいぶ静かに。今日初めてだけど日頃分かりました。ウェイクルームで言うと、これはね、全然くどくない。夏のうちだから。
あと、メッセージで夏物好きだから、ちょっとなんかそういう曲出してもらって夏物牛みたいな結構、結構夏物牛でBMW に駆けつけた喜びっていう、なんかそういうのだから BM と焼き肉でコラボしたらいけると思うんだよ。うまっ。で、アントマ君が焼き肉やるならさ、駆け抜ける喜び、そこと BMW に乗ると思うよ。うまい。今のお店に面白くない。面白くない。10枚ぐらい食えるな。乗れるよ。軽くなりますもん。うん。そもそも BM のキャッチコピーがま駆け抜けるよ。ちょっと暑くてやばいわ。熱中症になりそうだもん。何これ、どうやんのこれ。ピッチャーに決済のこれ。いや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 、これは何、これをこうやって、こういうことです。これや、お願いします。うわ通販で見たやつだ。何これ、すげえ。あ、助かった。熱中症なんだよ。次回にしたいと思う。野村君にさ、離婚してんのに仲いいっていいよ。まあなんか同級生だからしょうがないとか言われてたよ。友達がみんな共通の友達さ。まあそうだけどさ。え、学習院？学習院、みんなが共通。なんだろう、でもどうしようかな。そうか、いろいろあるんだけど。離婚したことしない。敗北者はいい。敗北者いいじゃん。うんね。あの、嘘の味うまいね。さすがに笑い分かりすぎる。うめえのもうまい。なんかもらってるし。ザミーで詳細で面白ければ OK って言われたら、はい、子供が悪いって思いついた結構しました。テラカドボーダー出ました。テラカドボーダー出ましたよ。ほらテラカドボーダー出ました。ちょっとどこかがテラカドボーダー出ましたよ。テラカドボーダー出ましたよ。僕はテラカドストライクですか。背中のストライプ、こっちはストライプだったんですけど、まあボーダーがいいですね。正式にはこれです。海でバグはタレですよね。タレ、タレ、タレ。いや、本当にね。バーベキューって大体蒸しも好きじゃないですか。カメラマンもいますよ。でもこういう時はね、わざとこうやって自分でやる時もあるんです。なんかそう、社員に話しても日本だけど。うまい。タレが甘くないね、そんなにね。首の利益がもうチャーバッタ。そうですね、ちょっと忘れてましたね。ご飯ね、うまいっす。うまいよね。でも冷麺が一番美味しいですよ。あ、そうなんですよ。僕は冷麺が有名。冷麺が有名なんだ。これ冷麺の店です。そんなことないでしょ。あれ、あるで住んで、うん、いや、本物のうざうざ。きれい。なんて綺麗なんだ。麺と食べるカットギーで。本当ありがとう。麺の中でとても面白い。これ鳥羽さん飲んだからと意味が分かる。うん。本店よりこっちの麺が高いです。本店も味を。父さん、お母さんの味が14歳。お母さんの味をやめる。絶対勝ち。ここは今まで食べたことないな。ないな。その辺をちょっと。あ、ないっすか。こういう。俺を。一回はやっぱり。これ、これ系。喉越しのつるっとした。美味しい。これよかな。これだから冷麺食べ比べたまにやったんですよ。そうなんですよ。勉強して。焼きの木、焼き。焼かさか。赤坂人気焼肉。大門さんでございます。こういったね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。